はい、えー、どうも皆さんこんにちは歴戦に講師の弁理士宮口ですおはようございます夜の皆さんこんばんははい今日はねあのー、2022年あマスク取るね何喋ってるかわからないので一人でやっとるから大丈夫でしょうは 今日は何のガイダンスっていうかプロモビデオかというとね2022年向けの学習経験者用コース学習経験者っちゅうのはもうすでにあの1年間入門講座とかでやってきた人、ねまあ、ちょっと1年目の試験は受からんかったという人向けのね講座があるんですよ。 それのプロモーションビデオですわえーはい、じゃあちょっと見てみましょうかねえーまあこういうあのパンフレットもあるわけですねえーまあいろんな先生がやっちてるんだけどまあ他の先生の講座は俺が紹介するわけにいかんからねちょっと俺のところをやっていきたいと思うんだけどもうん えー、トータルサポートコースと言いましてですねこれはあのーまあ、両,両方まあ両方落ちた人っていうかまあ担当も論文もまだ受かってない人にはこれがいいんじゃないかなと思いますね。でねえー、あのー、こういうふうに選択する人もいるかもしれないしあの担当試験に落ちてあ1年間勉強してきたんだけどね、まあ、落ちてですね そうもう一回入門講座やろうかなっていう人もいるかもしれない、ね、でまあそういう人っていうのはね、まあ、基本的にもう迷わないんですよあの自分でああだこうだ迷わなくてあのもう一回繰り返しやろうというね確固、まあ、たる信念に基づいて再受講をするので、まあ、そういう人たちはまあさておき、ね、あの基本的にはやっぱり一回やってるんで。 まあ、2度目はちょっと違ったあの講座がいいだろうとねうんトータルサポートコースこれが中上級、まあ、2年目の人たち向けの、まあ、講座としてうってつけかなと思いますねうんで担当対策もあるしえー、それから論文対策も とということで、ね、まあ担当ではあの学習経験者の弱点となりやすい論点重要論点を手厚く講義でこのお論文ではね、まあ、あのトリニティっていってね、えー、トリニティって英語何の意味かというと三密体という三密体というあの日本語訳になりますトリニティは。 ではあのどういうその3つの事柄を三密体として捉えるのかというとねまあ趣旨一行問題、うん、ただあの、ね、趣,旨趣旨ばっかりやってとねつまんないんですよ正直、うんあの。俺もつまらんし <laughs> 教える側としてもあの皆さん学ぶ側もつまんないですよだからねそういう意味でちょっと小事例ね小さな事例 あ私ねさっきあの別の講座のちょっと収録をやったんだけどあの論文・学問対策のね、まあ、理想と現実というね、まあ、ちょっとその,その足でねちょっとこういう問題があったんですよ。えー、っと平成28年ですかね平成28年のねあの意象法ですか面白い問題が出たんですよ。 あこれですかこれってねなんか事例問題なのかあの一言問題なのかちょっと分かりにくいんですよね、うん、ちょっと見ていいですかほら「こうは全体形状が斬新な飲料用ペットボトルを創作者」「この容器の道具は手でつかんだ際に変形しないよう工夫された特徴的な凹凸形状を備えている」甲は「こうは凸部の配置が若干異なる別の容器も創作している」 甲はこれら2つの容器の製造販売を2年後に予定しておりそれまでは非公開としたいと考えている甲より相談を受けた弁理処はこれらの容器について特許権による保護も可能であるが衣装権による保護も提案することにしたはい。上記事例において甲の創作対象が特許権と衣装権の双方で保護される理由を簡潔に述べよううん。だからね まあ、ペットボトルがあ,のあるとペットボトルは、まあ仮にこういう感じであるとそうするとね特許でもいけるしあの衣装でもいけるその理由を述べようってこれなんかさ一行問題のようなこう,う事例の問題のようなちょっと分かりにくいよねこれ境界領域中いうかねでしかもほら普通長いじゃん例えばよあの特許なんかね見,見れば分かるけど長いわねこれすごい長いよ事例問題でも ほらそういうの小事例ねうんまあ配点が50対50ぐらいでまあ小気味よく分かれてんだよな、そよいうそういうの小事例対策中いうんだよ本格的事例はねもうあの特実なんかまさに本格的事例ですわねほら長えしで答案構成編というのはちょっともうねさあ皆さん私がもう一生懸命教えてきましたよ ちょっと独力で解いてみましょうかみたいにね。うん、でまああの答案書くとあんまり進みが良くないからね「答案構成」って言ってあ毎回、まあ、4問ぐらいねあの進めていくと。まあと特,実特実が2問衣装1問商標1問合計4問ね毎回やっていく。それが答案構成 まだからあれだよな独り立ちしていくプロセス独り立ちしていくに向けてのプロセスをこう段階をってね踏んでいくと、うん、まあそんな感じですわよしでトータルサポートコースねなんかあの生命保険みたいな感じですけどねトータルサポートコースね、えー、入院、えー、費用も毎日毎日1万5千円出ますとかね まあそういうトータルサポート構成ゃないですから生命保険じゃありませんから、うんえー、そうですねおこれはねいいですよほらこれよくねあのこれは論文かな新,新素材あ新新教材あ論文答案基本骨格集登場とえー。 初級講座、あ、他の予備校や、あ、独学で答案構成力が身に。身につかなかった方。が多数存在します。うん。なるほどね。あ,あ。まあ、要するにね。あのね、これこういうことよ。一年目で。まあ、答案構成力が身につかなかった。 人が結構いるとやった割には。ちょっと青,青ペンで塗ってい,いね。一言で言うとまあ1年目何かやった割には答案構成録身につかなかったなとそこで私が推奨する論文答案の型ねこれを身につけてほしいんですよ、うん。なんていうかさあの土台となるものをね 身につけてもらいたいんですよええでそれが身についてないのにいくらあの俺が一生懸命教えてもねあんまり伸びが期待できないんでその「特実・医章」においてね多くの重要テーマを扱った論文、ええ、答案基本骨格集を配布しますと、ええ、でこのテキストはあくまで自学自習用ですよ。 うん、自学自習用三尺用であり、あのー、まあサブテキストねええまあだからこ,これの授業をやるわけじゃない、ええ、イメージ的にはねあのー、1年目にあの私のあ入門講座についてる論文基礎力完成講座の見れに似てま,す、うん、まあ俺の入門出身だったらイメージが湧きやすいんじゃないでしょうか。 論文基礎録完成講座で扱っているミアレジに似てます。ね。ちょっと飲み物を飲んでいいですかの喉を潤すためにね。俺はね、お茶、お茶よりコーヒーの方が好きなんだよ。<laughs> 今ね、膝を打ったわ。 すげえ痛かった今ちょっと待ってねこういうトラブルもね、えー、あるからね人間には、えー、<laughs> 今こ,このこれ痛かった今角で膝打ったわねはいそれであの論文の演習問題を全問新作で用意しますとそうです、ね、あの要するに過去問ではないと。 ただ過去問にはってあの過去問に似せて作らないとねあの,ほあの本試験の予想にならないというかほらデモしないような問題を作ってもしょうがないんでねうんこれ答案構成の回ですわほら本試験同様4問6回分だから 6C20C っていうことねうん。 本試験を本試験レベル。ね本試験えー、あのー、特実に衣装1商標1で1セットかける6回。うんそうですね。で禁止の改正も踏まえて、あのー、ちゃんとその改正に対応する形でっていうことです。問題作ってますよ。はい、じゃあ次た 担当のね、あのエミネント、担当の部分がエミネント講座という名前なんですよ。うん、で、ええー、やっぱり、ね、学習経験者にはシンプルイズザベスト。私はこの言葉をね。まあ、大事にしたいなと。うん、あの学習経験者はね、詳細なテキストは逆効果なんですね。あの実力の向上に反比例するかのごとく。 テキストはシンプルな方がベータですあのちょっと反比例のグラフを描きますよ。皆さん反比例のグラフこれほらタイム横軸タイムねあの充実度縦軸そう初学者の頃はねあの分厚いテキストの方がなんかありがたいんですよ、ね、手取り足取り教えてくれる感じで。でもねあの 後にななればなるほどね実力がついてくるんで薄っぺらい方がいい方がんですよ、うん、あのね俺をこう思ったんだけど車のね車のマニ,アマニュアルってあのミッションのことじゃないよ車の取説あれ最近ねめちゃくちゃもうすごいんですよもうなんちゃ青本ぐらい <laughs> そら言い過ぎからなんかあ,あの青本ほどじゃないけどもうどんどんもうやっぱりね 取説がもう分厚くて読む気しないんですよ。で、俺結構あの車好きだから、そんななくてもね。ある程度わかるんですわ。だからもう薄い薄いやつください。と俺一回言ったことあるんだけど、そうしたらなんかあるんですよね。そういうのがをなんかもう。上級者の人はこれで十分ですよ。みたいなねで、そっちの方がむしろいいみたいな感じなんですよね。ナビとかもさね。もう本当に薄っぺらいはい。 で実力の向上に反比例するか反比例するかのごとく、適者シンプルの方がベター。ですそこで、この講座ではシンプルイズベストね。何回も出てきますけど。の精神に基づき。あの講義の講義はね。あの合否の。分かれ目分かれ目となる絶妙なレベルに照準を合わせてます。ああ。わる。要するに百人いれば百人とも分かるような知識はもうやらんということですわ。 でその,あのエミネント講座の由来ですけどねほら卓越した実力エミネント卓越した実力をつけたいという意味を込めてるんですよああわかったねそうだね担当ちょっとピンクで塗ろうか担当はとにかくねシンプルイザベストあの皆さんあ,のあれ知ってる担当アドバンステキストっていうまああれもねあのいいテキストだけど 初学者向けに分厚いんだよねだからちょっとあの実力がついてくるとそこまで分厚くなくていいわって感じしないうんそうだから結構シンプルでいいですよそういう意味でエミネントテキストねエッセンスにしあの絞ってやってるからねまあブヨブヨしてないっていうかうん「論文トリニティ」やねじゃあちょっと黄色で塗る俺のほら 蛍光ペンセットも見せてあげるからまあね段ボール箱にこんな感じでね、えー、入ってるんだよ黄色用意するのねなんか面白いやつがいいかな黄色ほら面白いやろこれ「雨キャンディー」ですよ「キャンディーキャンディー事件」じゃねえけど「論文トリニティ講座おい 使いいづらいな俺、えー。満足いただける回数と質を担保、うん、まあ初学者向けの論文講座いわゆる論基礎軽めのカリキュラムですよ初学,学者はちょっと黒であれするけど初学者向け論文講座はね軽めのカリキュラムなんですね。まあ特に論基礎なんてね、あのー、たった10回答、えー、案構成8回なんですよ。うん でもやっぱり、ね、中上級はまあ俺もそうだったけどあのー、えっ、ー、とね論文が苦手な人は本当ね回数が多い方がいいんです。ね。十分にこう満足いただける、えー、回数と質を担保しつつねえー、あの一行問題、えー、それから事例問題で現場思考力。 の三密体トリニティ、ねうん、トリニティそうそれでもってそのトータルバランスが取れるよう考慮した工芸構成で実力の向上をね測っていくということになってるわけです三密体トリニティです。ねここがメリットだよと。 はい、知識だけではない試験突破の秘密を伝授します。最近では法改正が依然にも増して凄まじくなかなか独学でというわけにはいかないですねええー、そうですよ独学じゃまず受かんないですよ間違いなくね そういいえばこれいた,だいたんだよね、受講生から。ちょっとこれ使わせてもらいますよほらこれよくねねちょっと汚れてるけど <laughs> ああこれいいねこれちょっと使わせてもらうわはいで、えー、それに加えて単なる知識の集積では合格できないそうです単なるね知識の集積回路じゃねえ、えー、合格できないんですよはい で出題者があのどのレベルで聞こうとするかを見極めつつそうあのねあのもうある程度になってくると知識を超えた戦いになってくるんですよ。あのまあ出題者との対話っていうんかな。うん何年も勉強してるのに受からない理由はそこにあるんですよ。つまり出題者との対話ができてないんですよ。

これは C ランクまで聞いてんなとかね A ランクまで聞いてんなとかねあるんですよそこのね見極めができてないんですよ受からない人っていうのはねもう常に借子定規的にあの考えてしまうんですよはい担当エミネントはそういうところもやっていくよはいじゃあ「論文トリニティね」ねそうこれですよ「論文トリニティ」はね賢いと思わせる端的な宮口とを提示しますあの 皆さんねあ,のあれ知ってるレックの論文書問問題集中のがあるんだけどあのね、まあ、いろんな先生が書いてるんですよで俺の問わ見ればわかるけどあのすすげえ短いです、ね、えそうこれ見てください論文はあ論文はねたくさん書けばいいと思ってませんか読み手に賢いなという印象さえ与えられれば 実は少ない量でもあの得点できるんですよ。ど、ね、どんどん点をアップしていきますむしろあのなんていうかね上長な答えが求められていた過去の便利試験とは違って今はね端的なあ答えが求められている。だからね昭和の時代だとか平成け桁の時代のような指導方法のもとで。 教わってる方は気の毒だなと思いますね。受かる人まで受からなくなっちゃいます。それは私はね。時代が求める。その合格答案っていうのを常に追い求めてます。あの1発合格者から逆算すればそれはわかるんで、どのような答案が受かりやすいかという。ね、あとね、見せ方があるんですよ。この見せ方も大事っていうところね。 受かるるための見せ方があるんですよ実は、うん、だからね実力あるのにこのほら多くの分量をかけずに困ってる人とか量は多くかけるけどうまくまとめることができない人とかね字が汚くて読みづらいとの指摘を受けやすい人にとってもうまさにもう公的な処方箋となることは間違いありません。 うん、私これまでもね。もう字が汚くてもうどうしようもないの人たちを受からせてきましたんで、もうちょっとしたアドバイスでガラッと良くなるんですよ。それはね、一律じゃないし、あの人それぞれ見ていかないとうん。もうペンを変えさせただけで良くなる人とかね。ちょっとレイアウトを変えさせるだけで、うまくいく人とかねいるんですよ。うん、そういうところあのなんかね。 そういうところをねアドバイス受けてないくて気の毒な人いますよ。ねそこだけでもうサクッと受かるのに。はい。っていうことでもうある程度言いますけどねエミネント講座トリ論文トリニティ講座ねほら。 知識の凹凸を埋めるあダメ論文トリニティ講座は黄色で塗らんと何青で塗ってんだよ黄色だよ黄色で塗るとちょっと緑っぽくなってきたけどねはいえー、そうですね確かにあのー、学習経験を意識したあ重点講義知識の凹凸を埋めるそうね鳴らすってことです 合格できる答案構成力、現場思考力だね。資格を作らず確実な合格。うん。まあ、やっぱり、あの、なんていうかね。運の良し悪しに左右されない実力をつけたいというところやね、うん。はい、どんな受験生が対象か。はい。ズバリ、実力が伸び悩んでる人だね。えー、えー。 一通り学習初学者向け講座を終えたが知識が曖昧な方学習を続けているにもかかわらず良い結果を出せていない方などをハマっている負のスパイラルから脱出して最終合格を勝ち取りたい方是非おすすめ、ね、受験生のメッセージ担当講座では豊富な回数で合格に必要な知識を畜城的に網羅していきます。 黄色「論文講座では今まで通りまり、あ、今まで通りでのは私のこれまでの教え方通り短く書いて高得点を取るということを目指します」「無礼のない指導方針も昔から、ね」「私の考え方に共鳴できる方はぜひご受講ください」ね「担当対策と論文対策」 黄色の両方をトータルで、えー、サポートし皆さんを最終合格に導きますでえー、っとまあ担当でね、まあ、特にあの売りとしてるのがこの一問一答集というやつがついてくるとねこれこれいいですよ結構ねあの過去問集じゃないんですよこれは。これはねあの まあ、条文順に並んでるから結構使いやすいねあっち行ったりこっち行ったりしません若い条文からやってますんで穴をなくすことはできますそしてえー、論文ではやはりまあ宮口流と案んっていうのはね見出し重視で短くとうんえー、ちょっと書いてね見出し重視見出しの立て方をうまくすると見,見出し重評じゃねえ 見出し重視で量少なくと。と言いながらねあの多い時もあるんですけどうんまあ極力量少なくを目指します。見出し重視で量少なくと。うんちょっとこれはあの消しますよ。見出し重視で量少なく。ねはい。うん、ああこれは何で、ね、担当だな。 うん、これは担当だわ、うん、今あの8ページを見てるけどねまあこういうふうにまあテキストがこうあるとしたらね「はい仮線ちょっと赤で塗ってください」と「仮線を自試験赤で塗ってくださいね」「仮通常試験黄色で塗ってくださいね」こんな感じでねメリハリつけてやっていきますから白黒だけだとちょっと見づらいと思うんでねうん。 これ語呂合わせやなちょっと私もともと語呂合わせが得意なんでねうんほら国内優先権の基礎にできない出願っていうのがあるじゃんねほらこれちょっと青で塗るよネガティブなところを青で塗るっていうルールやからねはいまあちょっと語呂テクみたいな感じだよ、ね、一年武平術フォトキャサ真実ほら一年武平術フォトキャサ真実ねっ ほらこうやってて教えていくからよいでしょ「一年武平術フォトキャサ真実」ね、うんそんな感じまあ今のね宮口流語呂合戦 <laughs> ねあちょっと独自性が強いんですけどねその辺はねうんであとこのね一問一答集中はね実はまああのちょっと待ってね担当向けなんだけどあのー 英語サイズで使いやすいし。ね。で隙間時間に回答力を磨くアイテムとして最適だし。あの理由付けね。ちょっとあの緑で。理由付けの色、緑で。だからね、担当だけなくてね。論文口述まで使えますよ、これ。うん。口述用問題集に使ってもいいぐらいやな。うん。すごいよ。総合問題数二千問ぐらいあるよ。二千本あたやね。迷宮解りだよ。迷宮解り うん、2,000本あんだねえいいじゃんそして今度は「論文トリニティ講座」やねああこれあそうそうこれねいいんですよ口実なんかも取り入れてるんでしょほら見てくださいこれ売りだわそう口実を論文に取り入れてるっていうねほらだからねあの例えばほら論文試験を受けてさ受かってるか落ちてるか分からん人なんかいいよねうん。 法述対策にもなりますから、ほら。で、答えが端的でしょう、これ。うん。ね。ちょっとピンク色か、受ける権利は原始的に、あ,あの。えー、っと、誰に帰属しますかと。うん。原始的に。発明者に帰属します。ね。ほら、端的やろ。 ね、であの受かったら受かったでねあの合格者返金制度あるから心配せんでええよ。うん、ねそしてあのこれはね、えー、その論文の型の習得のためのね基本骨格集みたいなやつよほら「集客辞典」おなじみはね俺がよく推奨してる「集客辞典」ね であのー、趣旨もね語らせて教えていくよ、うん「一切できないハメシャに刻く三発気を収しそぐわない」みたいなねこれ同じ名ですよね「一切できないハメシャに刻く三発気を収しそぐわない」みたいなねあ、うん、いいでしょそんな感じですわねうんもう本当簡潔明快よね 完結明快を目指しますからうんよーしあとはどの辺がまああとはもうあれやね他の先生のやからまあ大体分かった俺のうん重要ポイントも時系列でちゃんとね示しとるしそんな感じですねあとは まあお値段とかはまあ20ページ21ページに書いてるんだけどちょっとこれはねちょっと俺あんまり専門じゃねえんだよこの <laughs> ちょっとこれあの問い合わせてもしあれだったら電話とかで、うん、お,お値段はちょっと俺暗記してないんでね、うんまあ、要するにほらあの全部必要だったらトータルサポートコースやし えー、担当を受かってるよという人だったら論文コースだけでいいしね論文ほらトリニティコースだけでいいじゃん。うん、で担当だけ取りたい人も一応ねあることはあるんだよ担当エミネントコースね。うん、で世の常だけどまあパックで取るのが多分,分かあの安いですわ圧縮的な値段になってるんでね。まあそんなところですよ。ね合格者返金制度もあるで。 あの安心して受けてくださいねもしあの受かってたらね合格者返金制度ですこれいいねもう本当ねありがたいよねうんはい100%らしいよすごいなこれ。 100%戻ってくるらしいわ。ね。はい。ということで、えー、皆さん、安心して、トータルサポートコース、ご受講いただければと思いますんでね。はい。それじゃあ、の、えー、そろそろ終わろうか。ね。類似あ、こうか。あ <laughs> れこう。 <laughs> もうえ<い>えわ <laughs>。はいじゃあ,あのトータルサポートコースのあー、えー、ご案内プロモーションビデオをお送りいたしました。それでは終わります。